写真拡大。全3枚。日本ハムのドラフト1位、吉田明星投手18、金足能高が12日、千葉、鎌ヶ谷スタジアムで行われた教育リーグ、楽天戦で対外試合デビュー。7回から登板し、1回を投げて1安打無失点だった。先月16日の紅白戦沖縄国頭以来の実戦登板は、ピンチで相手のバットをへし折るなど、持ち前の剛球で真っ向勝負。順調に一歩目を踏み出し、次回登板は19日のイースタンリーグ、ヤクルト戦鎌ヶ谷に決まった。最高気温16度と春の陽気に包まれた、千葉鎌ヶ谷スタジアム。金足能高カラーの紫色で染まった名前入りタオルが掲げられる中、吉田明が堂々たる投球を披露した。緊張感、しっかり回転がかかっていて、キレのあるボールだから遅い球でも打ち取れた。自信にしたいとにやり。脱力投法で無失点に抑えた。キャンプ終盤に右前腕部の張りを訴えた影響もあり、変化球はツーシーム2球のみ。って全力で投げるのではなく、カウントを取る140キロ台前半の直球を多投し、それが打たれたら全力で投げようかと思っていた。空振り、ファウルが取れて、そのまま投げられたのは良かったと、手応えを口にした。金足能高では初登板で伝説を残し、後に甲子園で準優勝をするチームのエースへ成長した。一年夏の大会前に行われた秋田県外の高校との練習試合。一年生ながら主力チームに登用されて2イニングほどを投げ、全員三振だった。直球主体で三振の山を築いた。この日の奪三振は一つだったが、素早い動きで一塁走者を牽制するなど、野球センスが光った。次の登板は中6日で、19日のイースタンリーグ、ヤクルト戦鎌ヶ谷に決まった。中継ぎで2イニングを予定。今後は中6日のサイクルで登板し、イニングを増やしていく。早期の一軍昇格を目指し、背番号18は腕を振る。中田愛沙語尾。広島とのオープン戦松田後、吉田明の結果を伝え聞いた日本ハム栗山監督、でっかい男になりなさいとは伝えてある。小手先でやるんじゃなくてね。まず無事に投げたということが良かった。皆さんも楽しみでしょうけど、こちらも楽しみです。中前打の楽天、山下、長く持ったり、クイックをしたり、投球術がルーキーっぽくなかった。高めの直球は速く感じた。空振り三振の楽天、岩見、三振した高めの球は完全なボール球。僕のミス。直球は伸びがあった。日本ハム荒木二軍監督、走者を出した後も、投手としてやらないといけないことができていた。考えながら牽制を入れたりしていた。日本ハム加藤二軍投手コーチ、ブルペンでは集中力がないので今後は実戦で投げさせる。あと、どんどん勝負してほしい。日本ハム主な新人の対外試合デビュー。斉藤佑樹2011年2月13日、韓国サムスン戦。沖縄名護キャンプでの練習試合に2番手で登板し、1回を無安打無失点。球場には5200人が訪れ、大フィーバーとなった。同年は開幕ローテ入りし、19試合で6勝6敗、防御率 2.69。
大谷翔平13年2月23日、阪神戦。オープン戦初戦名護で2900人が集まる中、4回に代打で出場。路閉鎖打に終わり、投手では13試合、3勝0敗、防御率 4.23。鎌ヶ谷フィーバー。この日の鎌ヶ谷スタジアムには、平日に開催された教育リーグでは過去最多だった2018年3月13日の DeNA 戦の544人を大きく上回る1306人が集結。午前11時には駐車場が満車になった。球団関係者は平日で1000人を超えることはあまりないと驚きの表情。タオルなどアキラ星グッズは最近の試合当日の5倍ほど売れたという。左手首骨折の清宮がリハビリを開始したこともあり、報道陣も30社80人が集まった。